朝から晩まで何から何までなんだったも私もちゃんとしないと朝から晩まで何から何までこれから始めるちゃんとしないと。はい、こんばんは。こんばんは。はい、ワイズバンクプレゼンツちゃんとしないと、31回目。はい。あれ？え？何ですか？なんか誰かいないね。ああ、ちょっとね、はい。ちょっとワイズバンクプレゼンツなのに、ワイズバンクがいないっていうね。岡山雅樹さん、ちょっと体調不良のため、まさかの欠席。マジですか？なってないね。なってないですね。体調コントロールがなってないんですけど。まあ、しょうがない。今日は代打で直しさんと、はいはい、あと徳ちゃんと、はい、今日またゲストで白桐さんとおついさんが来てます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっと心細かったんでね、はい、よかったですね、はい、今日おついさんはねラジオ、ね、出られたということでご苦労様でした。ちょっとなんかこれ聞けるんですか？ユーストとかなんか過去のツイキャスじゃないなんだっけポッドキャストか。ポッドキャスト聞けない？ユース、で、あと、あ、過去のも聞ける？シャキッと愛は聞けないと思います。あ、聞けないんだ、はい、でもまた3ヶ月間。そうですね、3ヶ月間毎週出ます。毎週出るってことなんで、おー、すごい。ワイズバンクプレゼンツちゃんとしないともおついさんのコーナーも聞いてくださいと。よろしくお願いします。はい、ね、はい、ということで、のりちゃんとまた今日もいただいてますんでちょっとご紹介しますね。前回ね30回記念でちゃんとデミー賞まあ、身内では結構ね、はい、盛り上がったんですけど、やっぱり大臣の12回目発言がモストバリアブルチャントということで認めますということですね。であとは参議院選挙が、まあ、今週末ですね、選挙で、まあ、今回から18歳以上に引き下げられて、うん、なんで、まあ、どうなるかなというところですけど、はい、で大ちゃんとはまた来てないと。来てないというか1回しか来てないからね。1回大ちゃんとお休みしますっていう連絡があったんでしょ。はい、僕の LINE にありました。ちゃんとということでね、はい、この辺でオープニング終わりたいと思いますけど、今日はちょっと立場を変更しまして、はい、岡浜さんいないんで、はい、僕が奥浜さん役やりますから柿本さん役をやっていただいて、はい、じゃあコーナーお願いします。あ週刊ちゃんとあってない。いつもやってるでしょ、はい、じゃあお願いします。では早速、はい、酒気帯び運転警官停職、県警容疑で書類送検ということで、うん、県警は1日酒気帯び運転をしたとして刑務部警察課、監察課に勤務する留置管理担当の男性警部補52歳を道路交通法違反容疑で那覇地検に書類送検し、同日から停職6ヶ月の懲戒処分とした。警部補は同日付で依願退職した。これどうでしょうか。キャーンと息が全然合ってないね。ごめんね。俺も初めてのちょっとちゃんとだからどこで聞いてちゃんとでしょこれは。ちゃんとですね。白銀さんめちゃくちゃびっくりしましたよ。あ、ちょっと慣れてないんでちょっと離れますね。ボイス落としますね。でもこれよく読むと、まあ、ちゃんとしてるのかなっていう部分もあって、うん、警官感謝前の那覇市道で酒気帯び運転で普通自動車を運転した疑い、うん、自分の車を向かい側の公園駐車場に移動しようとした際に、うん、感謝駐車場に停めてあった車両に接触したということで、まあ、実は自分の身内の車にぶつけていたっていうことで、まあ、もみ消そうと思えばもみ消せたけど、まあ、そこはちゃんとと言っていいのかどうかですけど、まあ、もみ消さなかったと。でもね、はい、この取り締まる立場の人がやっぱこういうことをやると説得力がないですからね。そうですね。まあ、でもまあ依願退職はされたってことで、まあもう致し方ないかなと、うん、そうですね、いうところなんで、まあもちろんね今米軍の飲酒問題もありますけど、うん、まず県民もちゃんとしないといけないと。県民こまあそうですね、県民でしょ、県民ですね、県民もさらには警察やっぱりちゃんとしてほしいですね。警察もちゃんとしてほしいですね。はい、はい、ありがとうございます。では次、はい、あ、さっきのですね7月2日あ、もういいですね。いいです。はい、7月3日琉球新報市町村面から、小学生姉妹が1枚のハガキで大人を動かした。名護市立あがりえ小学校5年生の大浜さん姉妹が、うん、
下校途中、うん、通学路にある壊れたベンチでお年寄りが座りづらそうにしているのを見て、うん、今年3月末直した方がいいなどと書いたハガキを名護市役所宛てに送った、うん、市から連絡を受けたあがり駅が修復な願いが叶った姉妹はお年寄りが気持ちよさそうに座っているのを見てとても嬉しかったと笑顔を浮かべた。これどうでしょうか。ちゃんとしてる優しいですねさっきよなんかすごいびっくりされたからです。ソフトなちゃんとしてる でもいいね、すごいいい話じゃない。いいですね。母親がちゃんと、うん、あの母親がハガキを買って姉妹にあげて、うん、書いてみたらっていうここら辺がなんか優しい感じですね、まあ、優しいし、それをまあちゃんと受け取った側が対応したというね、うん、はい、いい話ですよね。いい話。さらに区長がこれは廃材を利用して直したと。あんま予算もかけずに、かけずに、はい、いいね。直しもなんか直してもらった方がいいどこ膝あ膝でも膝は直してもらいましたもん一応直ってます。はがき書く、はい、誰に廃材でなんか作ってよ。私あのコルセットみたいな、ね、つけてますから。あ、そうだそうだ、はい、あの10万のやつね、はい、10万のこれね、はい、すごいよね。10万量値段はいいんじゃないですかあ、保険聞くやつなんで大丈夫。ちゃんと、はい、あの保険ちゃんと聞くやつだから、はい、家庭 の大丈夫です。家庭の予算には手つけてない。これ何、どこだったっけ、名護だった。名護ですね、うん、名護の、アガリエ小学校。那覇でやったら聞いてくれなそうなところあるよね。なんか忙しいっていう感じ。なんかやっぱりちょっとこの田舎のほんわかした空気があって、ね、うん、なんかちょっと自分もなんか困ったことあった娘にとりあえずはがき、俺もちょっと字汚く書いてからやろうかなと。草買ってくださいってねいや自分で買ってください、そこはいやいや道の草がすごいのよ。あ、今の、ね、あの環状2号線のあっちの真ん中も結構すごくて、この右車線に入るときも草がこう当たるわけよ。なるほど。だからあれ切ってくださいって書いてみようかなと。ぜひ全然思ってないまあでもいい話でした ね、はい、じゃあ次お願いします。では次、ちょっと母校の話で申し訳ないんですけど、昭和薬科がベスト16進出を決めた。すごいね。エースの金城が、え、あ、はいはい、エースの金城くんが頑張り、打線が応えて爆発、食らいつく美里に一度も追いつくことを許さず引き離したって、これどうでしょうかって。また僕読むの忘れてました。7月4日月曜日、琉球新報スポーツ面、はい、どうでしょうかちゃんとしてるパッドゥ超気持ちいいすごいよね。直し見に行ったんでしょ。これ見に行きました。勝ったね。勝ちましたね。こうあれですよね、さっきも書かれ記事にも書かれてましたけど、うん、点取られて取って取り返してっていう、なんかちゃんと強豪チーム並みの試合でしたね。まずやっぱ打撃がすごいよ ね、 すごいですね。打ち勝ってるっていうかね、はい、エラーは4つあるんですけど、うん、グラウンドが改装中で守備練習ができなかった、うん、だけど打ち勝ったと。すごいね。いいですね。これでベストベスト16。おすごいね。そうそう、薬科が次勝ったら8。ちょっと次がですね、うん、甲子園出場経験もある神谷監督という有名な監督が率いている三郷工業なんで、ちょっと厳しいかな。まあ優勝候補ですね。第1と第4のちょっとの、でも今追い風っていうかミラクルの風吹いてるからね。結構ラジオとかでもその日勝ったっていうのよくやってたよ。あ、そうなんですか、うん、いや勝つんじゃないですかね。そうです。次いつでしたっけ試合。土曜日、今週の土曜日、今週土曜日11時半から。ぜひ。あれどう、あのこの今回の試合、この薬科の応援とかどうだったの、この比率っていうか。薬科は結構来てた。めっちゃ来てましたよ人。すごいね。 OB も来てたし、あ、来てたけど、まあ、三里はちょっと少なかったですけどね、まあ、ぜひ見に行ける方は、はい、行きたいです。茶壇球場、茶壇球場だったかなじゃーんすいません、確か茶壇球場だったと思いますけど、はい、あの、はい、僕も見に行けたら行きたいなと思います、ね、よろしくお願いします、はい、カープの応援もよろしくお願いします、はい、じゃあ次お願いします、はい、では次、重さ、あ、また、なん、いつだろうこれ新聞社ちゃんと、7月5日火曜日の、はいはい、小村面から、はい、重さ 3.2 キロほどびっくりパパイヤ出現、うん、八重瀬町に住む船吉義雄さんが72歳が所有する土地の一角に大人の頭ほどの大きなフルーツパパイヤがいくつもなった、うん、実に重さは約 3.2 キロ、うん、船吉さんによるととても甘くて美味しいという。でもう一つこう隣も記事があって、うん、オス株から実20個、うん、イエソン入り、うん、あ、違うな、西崎区で畜産業を営む大城隆子
さん55歳の牛舎横で、うんうん、オス株のパパイヤから鶴のような読めませんが伸びてちゃんとチェックしといてもらっていい身が垂れ下がっている今まで身がつかなかったものが約20個もの実をつけ珍しいと話題になっているこの2つの記事どうでしょうか。君たちキウイパパイヤマンゴーだねパート4シーンってなるんだよってなったこれまさきの引き継いでるから俺そうなんですねいきなり歌いますからなんかなのでも音は良かったよ、ショトクちゃん、俺の方が、うん。パート4ですよ、もうパパイヤネタも。パート4。すごいね、もうパパイヤの記事が本当に豊富なんですけど、一つは大きい。大きい。一つはいっぱいになった。いっぱい。オスカブからなるってすごいですね。オカマパパイヤじゃん。いいね、オカマパパイヤですね。食べます、パパイヤとか。食べます。えでも、大辻さんも本土からだから、パパイヤ食べるってなかったですよね。なかったです、ね、そうそうこっちに来てあんな風になんていうの、うん、野菜的に食べるっていうのは初めてですけど、まあ、美味しいですよね。美味しいですね。美味しい美味しい。パイヤ食べるとお通じも良くなりますよね。あお通じさんだけあベストマドリブにノミネートおめでとうございます。 ありがとうございます。え狙ってたんじゃないのなりますよね。いやそうなんですか。あ持ってるね。失礼しました。いやなんか酵素がいっぱい入ってそうですよね。生の酵素がいいっていうのを聞くけど、うん、お通じにいいかどうかわからないあでもなんかそんな食物繊維もういっぱいだったかなと、うん、でもなんかそんな気はするね。ちゃんと調べます失礼しました、うん、でも今日このツイキャスもパパイヤ食べたことないなってあの先週も反応してたブルガリさんが、うん、あなかなかそんなには食べないよね、うん、年に何回かったら数回じゃない、そうですね。家で出ます？出ませんね。出ませんよね外で食べるときになんか小鉢とかでついてるような感じ。あそうそうそう、このちっちゃいやつにね、はい、メインでは食べないけど ね、 そうですね。パパイヤって何味なんて言われてこれ何味なんかじゃがいもの千切りとかに近い感じかな。その炒めたときにあポテとかねちょっと食感とか 何味って言ったらいいの。パパイヤ終了はい次、はい 次、 次、7月5日、はい、タイムス地域面から、はい黒玉スイカ児童大喜びということで、はい読谷村拠点産地化が進められている黒玉スイカが収穫の最盛期となる6月下旬から7月下旬にかけて村内の小中学校給食にお目見えする、村内のトップを切って木名小学校では6月30日の給食メニューに登場。子どもたちはおなじみの縞模様のない真っ黒な姿に興味を示しみずみずしい味と喜んだ、うん、日賀葵さんは上の方は甘くて下の方はちょっと酸っぱかったと微妙に違う味の変化を教えてくれた。これはどうでしょうか。上が甘くて下酸っぱいスイカの名産地美味しくはなかったんですかねそうだね美味しくはなかったのかな下ちょっと酸っぱかったからなんかちょっとねあの若者のこの恋の味を語るね下ちょっと酸っぱいみたいなねほらほら和王はちょっと和王もらっといていいすいませんね見たことあるこの黒いデンスケだったデンスケデンスケスイカね結構有名っていうか北海道では有名と書かれてますね。見た目本当に爆弾みたいなね真っ黒へーって書いていやいやまあ見てますけど僕は味がまあどうなのかだけどなんか糖度も結構純度の高いというか生地の最後の方にあ糖度11以上の果実を選んで、うん、JA 沖縄に出荷すると多分結構やっぱ甘いそうですね。だから多分 JA に出荷されなかったやつが給食メニューになっちゃったのかもしれない。でもあれじゃない逆にスイカ割りを、はい夜デンスケスイカでやったらちょっと、はい、今黒いからこう目隠ししないでもこう分かんないみたいな新しいスイカ割りを提案してみたんだけど中は赤いんですか。中は普通でしょ写真見ても、はい、でももう外側も縞模様がないから、うん、なんじゃこりゃみたいな。そうですね。なんか四角いスイカもあるの知ってる。ええあるよね。なんかギフト用であれ多分型に入れてね入れて育ててるから本当にこのキューブみたいなスイカがあって結構この贈り物に喜ばれてる。なんか嬉しいんですか。そう
食べ、あでもほらあのパンみたいにこうスライスできるからちょっとおしゃれだよ、朝食に出てきたら本当に真四角で、でも多分切りやすくはない、あそうかもしれないですね、でも食べにくいね、全部皮ですよね、そ、そうだねどっから食べよう、あ確かにそうだね、もう一回割ってほしいね、確かに丸だったらこういけ るけどね、四角はちょっとこうカクカクなんでねちょっと今度四角いスイカ検索してみてください、はい、はい、あの、あると思います、では次、はい、7月5日タイムス地域面から、名護市中尾寺の集落に入ると交差点ごとに止まれの文字が道路に書かれていることに気づく、その数約120箇所、県内で初めて区単位の交通安全友の会を発足させた土地柄で熱心な活動が続いている、1980年頃友の会のアイデアで始まったという、交差点入る4本の道すべてに止まれのあるところも優先道路はなく、うん、みんなが気をつけるべきだと教えているようだ、これどうでしょうか、I can't stop! いや止まれです止まってください、ね、ちょっと入りもちょっと入りもできんかったね、さすがやっぱ岡本すごいね、ここ完璧にこなしてるっていうのはI can't stop は止まらないだからね、はい、止まってください、危ないですでもさ、こんだけ止まれあったらもうどこも行けんけどね、そうですね、こう止まれの入る4本の道すべてに止まれがある文字もっておかしいから、もう真ん中でこうなるよねもうね、どっちにも行けないみたいな、はい、でもまあそれがまあ名物というか、うん、ちょっとこう売りになってるんで、はい、これあれでしょ、自分たちで書いてるってことでしょ、はい、これいいのかな、そもそもその道路にさ勝手に家の前車来てほしくないから止まれって書いていいの、あどうなんですかね、交通安全友の会を発足させたってあるんで大丈夫なんじゃないですかね、かじゃあ書くよ、え直しが大丈夫って言ってましたって言っていい、うーんと調べますいや調べる、はい、あとなんかないの記事から、そのじゃあ止まれネタはもうないの、ああ止まれって書いたり、あのカタカナで止まれって書いたり、ストップで書いたり、うん、まあ、黄色いペンで書いたりいろいろあるみたいですねいいんだねそんなのやって、自由、はい、自由だね、自由、そうなんだ、じゃあちょっと明日や皆さん早速目の前の道からやっていただけたらということでいいのかな直しがいいって言ってました、いや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 、はい、はい、じゃあ次なんで一回ちょっと CM 入れて、ちょっと休憩して、はい、ちょっと緊張感がすごいからじゃあ一回 CM お願いします、ちゃんとしないと、あとえ5分5分あと5分、あこれじゃあやらないもん、やるやる、それしかないよ、もう出た、それちょっとやってホテル情報入れて5分、うん、ホテル情報行くまで50あ52分で、あでもこれ1分使うから3分だね、あと3分もう1回ちょっと記事1個読んで1個でもう1回 CM 入れる、どっち読む、どっち読む、三振、あ三振しよう、三振宣伝しとこ、三振パッとくる、ちょっとね、あとちょっとだから、いいよ。もうお通じね、すごいよね。ミラクルお通じだったよね。だからね、全然持ってるやつしと思って。台風どうなるんですかね。ちゃんとしないと。はい、ということで、はい、通常であればね、まあ、さっきのちゃんと切りとか狙い撃ちなんですけど、まあ、さっきいないんで、はい、ちょっと引き続き記事を1個紹介したいと思います、はい、お願いします、もう一つ、7月1日、はい、琉球新報市町村面から、はい、親子3代で民謡を学ぶ赤嶺美智子さん、うん、娘の山川由紀子さん、うん、孫の七海さん同士、あ同士じゃなかった、七海さんが七海さんが6月に琉球民謡協会が開催した民謡コンクールで揃って三振の新人賞に合格した、うん、これどうでしょうか、あ考えてなかったえいやいやいや、ちゃんとしてるーパート3
あ、そうだった。それ全然考えてなかった。すいませんね。でもちゃんとしてるでいいでしょ。ちゃんとしてますね。3、はい、親子3代で新人賞。3代で新人賞ってすごいね、はい、だから上の方たちは最近始めたってこと。そうです。だからこれが面白いのが、七海さん9歳が祖母の赤峰さんと母の由紀子さんを誘って、うん、すごい話。3月から誘って合格ということです。素晴らしいですね。素晴らしいですね。コメントも泣かせるのが、うん、どうしてもお母さんバーバーと一緒にやりたかった。あ、それでいいね。子供からこう、はい、先導して、うん、なかなかね、いい今三振聞く機会もね、なかなか昔はなんかこう親戚が引いたり、うん、よく集まった場ではあるんですけど、そうですね、はい、まあ、その辺でね、まあ、岡本さんが三振パッとくるっていうサービスを作って、はい、結構最近はね問い合わせが来てるみたいで、特にその本土の方がそのこっちに来て、うん、ホテルで宴会したりするときとかに、うん、まあ、ちょっと読んで、で結構ホテルの三振呼ぶ人って見たら5万とか6万とか下手したら8万とかするわけ。へ、高いですね、うん、まあ、結局やっぱホテルのやっぱ紹介料とか発生するけど、あ、まあ、このパッと来る三振パッと来るはもう直でお客さんと、はい、三振演奏者を結んでるから、まあ、本当に岡本さんが全然ぼったくってないからねもうわずかな手数料で1万3000円でやってるってことで、まあ、最近フェイスブック広告も始めたみたいで、結構反応があるんですか、ね、いいも悪いもねまあまあ古い方はやっぱなんだこのこんなのちょっと簡単にやるなみたいな、今だってお坊さんもね、あ、なんかネットで呼べる時代だからね、全然とりあえずなくなってしまうよりはね、うん、そういう機会が増えることはいいかなと。そうですね、すごいちゃんとまともな締めだねすごいね、はい、できるね素晴らしいと思いますということで、週刊ちゃんとは以上でしたけど、どうですか、やりますか、何をですか、引き続き。いや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 、まさきも来ないかもしれんからね。いやいや、来るかな、来ますよ、まあ、まさきさんの番組直していただいてね、はい、また通常営業に戻れたらいいと思いますけど、はいはい、ということで週刊ちゃんとでした。 CM お願いします。来週の接待なんですけど、いいサプライズ見つけました。三振パッとくると言って、30分なんと1万3000円で、歌三振の人が来てくれます。いいね。今すぐ手配して。三振パッとくる。続きはウェブで。はい、ということで。はい。まあ、恒例の。はい。いつもの。はい。はい、お願いします。大人のホテル情報。ちっちゃあ、ちっちゃい、ちっちゃい声が、どんなシーンですか。 いいです、いいです、直しスタイルでいいです。はい、ではかくれんぼクラブ、まさき安心してください、8杯空いてますよ。わあはい、すいません、ウォーターホテル、安心してください、3杯空いてますあれ、もう一回ね、あ、次ね、はい、はい、ではホテルエンゼル、半分以上空いてますよ。なんか出ましたね、今ね。スポンと言いましたけど、まだ今日は空いてますね。はい、雨が降ってるっていうのも、でも雨が降ったら行くとこないからね。うん、まあ、そういうとこもいいかもしれないですけど。はい。はい、ということで、もうあっという間のエンディングでしたけど。緊張しましたね。緊張した？はい、めっちゃ緊張しました。まあ、噛んでたよね、相変わらずね。ただ、なんかこう、随所に見せる切り返しの良さと。本当ですか？結構記事を拾った感、あ、まあ、花丸あげたいなと思いますけどね。 ありがとうございます、はい、なんでもう次は誰かが抜けてもみんなでバックアップして頑張っていきたいなと思いますので。まさきの偉大さを感じましたね。え、あんな恥ずかしいことよくできるなと思うよねもう歌うの嫌だね俺も怖い、その後が怖いもん、もうどの反応されるかっていうのは。はい、ということで、はい、まあ、曲のコーナーは引き続きありますが、はい、今日は主役がいないんで、はい、実はこのオープニングの歌を歌ってくれてる、また花ちゃんっていうお友達がいるんですけど、はい、今日花ちゃんが歌った歌をダメ？いや、いいんじゃないですか、はいはい、お送りしたいと思いますんで、それでは聴いてください。花ちゃんでオートセクシー。
必要はなくても越えそこを風へを行けば次のフェイクにセクシーです。セクシーウィルシャー。